今回は4月26日の調整で武力マイナス10からマイナス99に情報修正されたノーマル福岡パカチカを紹介するよ。計略は式3で敵場内の最も武力の高い状態を城から出る状態にさせ武力を下げ、城に戻れなくする自身が工場準備中の時のみ使用可能。それ私を狙うとは。行け、まさに不平だ。我が乱は終わっていない。行け。それ月はあっちにあんのかよ。おち、行け。それ落ちよ。僕は帰ります。落ちよ。波乗りだ。時流を見よ。あとは頼んだぞ。さて、このカードをいろいろ試した正直な感想を話していこうか。不平や防策を持たない武力1でありながら計略が使える場面が限定なさすぎるのはきつい。計略も即出場ではなく相手が出す場所を選べたりと根本的な問題はそのままやね。大波に乗るぞ。効果時間もノー知力に5カウントちょいやけど、知力が出るまでの時間も含むから実際はもう少し短めて済む処理しないと効果終了で逃げられるのも意味しね。採用するなら撃破する恩恵が大きい床か捜索デッキがおすすめかな。今後遠足協力が増えたらそのネタとしての可能性もあるかな。それまでにスペックのエラッタにも期待したい一枚やね。落ちよ。思い描いていた通りの展開だ。小賢しい。我が乱は終わっていない。それ流派発動。一の方死んだふりバレたか。それ思い描いていた通りの展開だ。波乗りだ。私を狙うとは。マジかよ。くっしょだ。動けるものはついてきたね。波乗りだ。波乗りだ。月はあっちにあんのかよ。潮時か。僕は帰ります。行け。流派発動。見ろ方理由を見よ。行け。ひざまずく我が大いなる地の前に。なんだこれ。波が来たな。落ちよ。大波に乗るぞ。前期
そいつ。俺の命くらい好きに使えよ。流派発動。三の型。それ。行く。助けてくれ。月はあっちにあんのかよ。行く。行く。俺の命くらい好きに使えよ。それ。私を狙うとは。じゃあ、僕の代わりに戦ってください。僕は帰ります。小賢しい。折れるわけにはいかない。進め。波乗りだ。死んだふりバレたか。あとは頼んだぞ。なんだこれ。助けてくれ。大手柄をあげてやれ。落ち。波乗りだ。流派発動。三の型。波乗りだ。我が乱は終わっていない。気が乗らないですね。自流を見よ。熱く暴れてぶっ飛ばす。これが甘かす流だ。守りのミスが致命的やった。動けるものはついてきた。福岡は活躍させられただけに悔しい。このカードと固有を模索してる間に大きく回転を下げたので余計に悔しい。ご視聴ありがとうございました。